秋の観光シーズン竹縄の土曜日にこのシンポジウムに、大宮市をお運びいただきまして心よりお礼申し上げます。月同志社大学京都土茶文化研究センターの佐伯純子と申します。よろしくお願い申し上げます。本日は、タイトルにございますようにこの京都という場所で、まさにこの場所が育んだ日本のお茶の文化について、幅広く、考えさせていただければと思いまして、このシンポジウムを、催すことになりました。私どものですね、同志社大学にはさまざまな研究センターがございますけれども、その中で、創造経済研究センターというところと、それから私どもの京都土茶文化研究センターというところでですね、学際的に、経済や文化との関わりについて、幅広く、研究する試みを、何年か続けてまいりました。そして昨年は、やはりこの場所でですね、日本の伝統芸能の、広がりということ、日本舞踊や、お能や、お花の世界、またお茶の世界も含めて、考えさせていただいたわけですけれども、今年度はですね、お茶という要素に焦点を絞りまして、大学という小さな枠組みにとどまるのではなく、いわゆる産学官の、連携の中で、どういったですね、日本のお茶の文化の広がりがあるのかということを、地域の、皆様と共に、考えていただくようにできればなというふうに、思っております。で、本日のパネラーの先生方は行政の、側からですね、宇治茶というものをグローバルに発信していこうという取り組みをなさっている、マル様、それから、お茶と大変関わりの深い、京都の歴史とともに発展してまいりましたお香の世界を、松江戸のご主人の、畑様から、お話を、お香の世界について、畑様からお話をいただき、さらに、この現代社会では、文化を発信していくためにメディアの役割というものが欠かせません。で、実際に京都でですね、放送の世界で、ご活躍の、山本様から、古典の日といった、京都のですね、伝統文化を生かした、文化の活動も含めまして、この京都で、メディアを通して茶文化を発信していただく可能性、そして過去にどういった、素晴らしい取り組みがあったかということをお話しいただけることになっております。また最後のプレゼンターでございます本学の横川からはですね、分離融合の観点からお茶のお点前の美的な要素というのは科学的に解明するとどういうところにあるのかということを説明させていただくことになっております。横川は以前にですね、おのおの、お姉妹主催に関しましてもモーションキャプチャーでですね分析したことがございますけれども、こういった多角的な、茶文化に対する、考察を通じまして、広くですね、大変大げさな申し上げ方になってしまうかもしれないのですが、京都あるいは日本という場所がですね、この21世紀のですね、世界の文化に、どのように関わり、どのように貢献できるのかということを、考えることができればいいかなと、よろしくかなと思っております。休憩時間の、ご休憩の間にはですね、皆様の方からご質問も、頂戴できますので、ぜひ
こういうふうに考えているという考えをですね、皆様からもお聞かせいただきまして、一方通行にならないようにご一緒に、京都の活気や茶文化の豊かさについて、考えるひとときになれば、よろしいかなというふうに思っております次第でございます。それではこれからですね、講師の先生方の、お話を頂戴いたしますので、楽しみにですね、していただければと存じます。本日は何卒よろしくお願い申し上げます。京都府農林水産部農産課宇治茶担当課長の丸直弘さんより、宇治茶の文化的景観を世界文化遺産にというテーマでお話ししていただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。私京都府の農林水産部の農産課で宇治茶を担当させていただきます丸と言います。本日は京都府と関係市町村で宇治茶を世界文化遺産にできないだろうかというような取り組みを、平成23年度からさせていただいています。そのことのについて、ちょっと皆様の方に、ご報告というか、どういう取り組みをしているかということを本日報告をさせていただきたいかなというふうに思っております。まず、宇治茶の世界、宇治茶を世界文化遺産に目指す意義と、いうことなんですが、登録に向けた、その取り組み、過程を特に重視をしておりまして、宇治茶というものは、いろんな観点で、すごい価値があるというようなことを思っておりまして、そういうその宇治茶の価値というのをその日本や世界の人々、多くの方々と、この取り組みを通して、共有していきたいということ、それから、そういうやはりその人類、共通な、貴重な宝として、将来にわたって、それを、いかに、どういうふうにして、継承していって、継承していく、仕組みを作り上げていくこと、いうことを、目的として、取り組みを始めています。でよくその宇治茶は世界遺産で、どこを目指しているのかというところなんですけども、よく、食とよく比較をされることが多いんですが、今宇治茶の世界遺産というのは、こちらというか、最近だとその富士山とか富岡製糸場というようなことと同じような世界遺産、文化遺産と、いうようなところを目指しております。和食についてはユネスコの、無形文化遺産ということで、登録をされていますけれども、こちらの世界遺産ということで、不動産をでその価値を、証明していくと、いうようなことで、取り組みを進めております。取り組みに向けた検討としましては、平成23年に、登録の可能性の、検討委員会というものをまず作りまして、最初はコンセプトとしてその日本茶文化の代表的な、資産群というような少し幅広い意味での少しコンセプトを、考えたんですが、もう少し絞った方がいいのではないかというようなことを、有識者の先生方からご意見をもらいまして、宇治茶の生産の景観というか、そのところに少し焦点を絞ってコンセプトをまず取ります。最初に、提案書というのを平成26年の3月に、京都関係市町村ということで、日本茶のふるさと、宇治茶生産の景観というような、そのコンセプトで、提案書を作らせていただいて、今年の、28年度、少しコンセプトを一部修正しまして、宇治茶の文化的景観というようなコンセプトで、提案書を、作りながら、
現在その文化庁の方に、世界遺産 その暫定リストの方に、押してもらえないかというようなことを、毎年今提案しているところでございます。で、その宇治の文化的景観とは、何ぞやというところなんですが、現在その、考えているそのコンセプトというのが、中国からその無姿勢というようなお茶の生産方法が、伝来をしてきておるんですけども、そういう生産方法をもとにその、応じした栽培とか、無事製法というその新たな、生産技術によって、世界にない、新しいお茶であるその抹茶、煎茶、玉露をその生み出した、技術革新を、示す文化的景観ではないかと、いうようなことを思っております。そしてそのおじいちゃんの生産法というのが結局そのお茶の栽培を行うそのオイスターの茶園なり、露地の茶園ですね、それから荒茶を製造する茶工場とか、仕上げ製茶をとか行うその問屋からなる、特有の景観を形作って、現在も進化を続けておるというようなことで、この生産方法というのが、その宇治の方から、日本各地の生産地に、伝えられて、その発展していたというようなことで、世界とかその日本における、茶の歴史の利害のために欠くことができない、重要な、文化的景観ではないかというようなことを考えております。とこれが宇治茶の文化的景観の前段図というか、です。京都の南部の京都の、玉城地域で、ここが宇治ですけども、宇治川、木津川があるんですけど、宇治で、発展していって、この宇治田原の湯あたりで、現在の煎茶というのが製法が発明されたと、発展として大石田というのはこういうふうに、発展していったり、宇治の茶園がこういうふうに発展しているということで、こういう全体地域で、その日本茶のその歴史の発展が語られるんじゃないかというふうに考えております。中国 その生産法とか喫茶法は、大きく言って、各、産の、日本に入ってきたんじゃないかというふうに思ってまして、第1回目が、800年頃、それから、第2回目が、1200年頃で、ここで、生産法として、無姿勢で、揉まないというような生産法と、喫茶法としてその粉末茶に湯を添えて飲むというような、天茶法というのが、入ってきたんじゃないかと。それから3回目はその民風の喫茶法ということで、1954年ぐらいに、釜炒りでその飲むようなお茶、それから喫茶法として、茶を入れて浸して、エキスを飲むという、急須で飲むというような、文化が、ここで入ってきたんじゃないかというふうに考えています。とここで、そういうその日本におけるその茶の生産技術の、革新の展開ということで、そのお抹茶、煎茶、玉露というのが、京都南部の、山城地域で、それぞれ発明されたと。お抹茶というのが入ってきておりますけども、1500年代ぐらいに宇治でその覆いをするという、その日光を当てずに栽培するというような天茶、抹茶の原料の栽培法が、発明されています。それから現在の煎茶っていうのが、1700年代にその宇治田町で、揉みながら乾燥するというその宇治製法というのが、発明されています。それから玉露というのが、1830年代頃に宇治でその大石田とその宇治製法というのを合わせて、発明されたというふうに。それで現在のその宇治茶の文化的景観というのが、結局そのオイスター栽培で栽培されるその抹茶とか玉露を生産するオイスター栽培というのが、平地だけでなく、河川敷や丘陵にも展開されている、現在も粛々と展開されているということです。そして、露地の茶園ですね、傾斜地とかに今展開されるその山田茶園というもの
が、まあ、煎茶を製作されていると、まあ、いうようなことです。それから、まあ、あのお茶生産に、まあ、適合した、まあ、施設を含む集落ということで、まあ、現在も、まあ、集落があると、まあ、いうことでございます。それからもう一つ、その水運などその地の利を生かした、まあ、茶問屋の町並みということで、まあ、あの宇治とか、まあ、木津川とか、まあ、下というところで、まあ、現在も残っているということでございます。それから、まあ、そのあのこれでその、まあ、あの麦への関わりということで、まあ、あのお抹茶、まあ、玉露、まあ、煎茶を生産することによってその、まあ、緑茶の喫茶文化の、まあ、形成に、まあ、寄与したい、まあ、いうふうに考えております。まあ、世界遺産というのが、まあ、どういうところのその顕著な、まあ、普遍的な価値が あるのではないかというようなところを考えておりまして、まあ、現在のところこのその宇治茶の文化的景観というのが、まあ、緑茶の生産の伝統と技術革新で意思を、まあ、伝承する、まあ、物証としてのその文化の存在ではないかと、あと、まあ、緑茶の生産の特徴的な土地利用を、まあ、代表する顕著な日本的なではないかと、あともう一つはあの日本の喫茶文化に、まあ、形成に寄与しているのではないかと、まあ、いうようなところで、世界遺産の普遍的な価値があるのではないかというようなことを、まあ、あのアピールをしております。と、まあ、最後になりますけども、あの宇治茶の文化的景観を、まあ、世界遺産にということで、まあ、あの私どもとしましては、まあ、皆さんには宇治茶に関心を持っていただいて、その宇治茶について学び、その大切を理解して、その、まあ、素晴らしさをあの身近なあの人々に、まあ、伝えていって、その宇治茶を守る活動に参加して、まあ、あとその宇治茶を支える人、おばさんものを守り育てて、まあ、未来に、まあ、つないでいきたいというようなあの取り組みを、まあ、しながら、その宇治茶をその未来に、まあ、こうしていきたいというようなことをやっております。以上は、まあ、簡単ですけども、あの宇治茶を、まあ、世界遺産ということで、まあ、現在今あのしていることを報告させていただきます。どうも ありがとうございました。